蒸気船とは、蒸気機関を用い、スクリュープロペラや外輪を回すことより推進する船のことである。蒸気船や汽船とも言う。ミシシッピー川の河川をモデルにした蒸気会社船フロンティア号を一般に、蒸気船といえば、石炭を燃料とする古典的な船のことを指し、蒸気タービンや原子力による蒸気機関を持つ船は蒸気船と呼ばれない。蒸気船の登場は、それまで大型船舶の主要な地位を占めていた帆船を、最終的には実用船としての表舞台から駆逐することになるが、蒸気船も外輪船時代は帆船と優劣を争っていた。実際この間に蒸気機関を備えた帆船が多く作られた。蒸気船と帆船の争いとは別に、港内や狭い水路での橋桁や人車の輸送などを行っていた引き船は、それまで人力化、または扱いにくい搬送で推進されていたが、蒸気機関の登場で速やかに小型蒸気船が導入されていった。やがて、スクリュープロペラの登場によって、蒸気船は実用船として主要な位置を占めてゆく。最初の蒸気船、編集クラーモント外輪蒸気船世界最初の実用的な蒸気船は1783年にフランス人であるクロード・フランソワ・ドロテ・ジュフロワダ版によって作られた。1788年2月1日にアイザック・ブリックスとウィリアム・ロングストリートによって蒸気船の特許は取得されている。1791年にはアメリカでジョン・フィッチらが蒸気船の特許を得ている。しかし、ロバート・フルトンが1809年2月11日に改良設計した特許を取得し、商業的に成功した。ロバート・フルトンは外輪式蒸気船クラーモント号を開発し、1807年8月17日にハドソン川で乗客を乗せた試運転に成功したことでも知られている。このため、一般には蒸気船を発明したのはフルトンだという印象が定着している。外輪船、編集ローマ時代の外輪船絵画詳細は、外輪船を参照外輪のアイデアは、ローマ時代からあったことが確認されているが、人力駆動では、オールの方が適していた。初期の蒸気船は、船の側面か、後ろに石炭を燃料としたレシプロ機関の力によって動く外輪、または、外車とも呼ばれる大きな推進機を持った、外輪船、外車船であった。この外輪船は正しく、パドルで水面を掻くために喫水を一定に保つ必要があったが、水深が浅くても走れるため穏やかな川や沿岸を航行するには適していた。しかし、左右原則配置の外輪では、駆動軸の設計や製造が簡単な代わり、波浪や流氷などで外輪が破損したり、波高や船体の傾きによって左右の推進力が一定に伝わらないこと、また、効率の低いボイラーが大量に消費する石炭を積む必要があるといった問題があり、外洋航海には適していなかった。その後、急探地の整備や蒸気機関の改良などによって航続距離が伸び、外洋を横断できるまでになった。1829年にフランスのエリアン・ガロウェイはパドルが常に垂直になるように改良した外輪を考案した。軍艦と商船。編集ハンブルクドイツ機ホコルベット商船は、早い段階で外輪による蒸気船へと変わっていったが、船の中央を蒸気機関に占領されていたため、帆船に比べ船倉は小さくなり、機関前後の空間に燃料庫と共に配置された。一方、軍艦の大型艦に蒸気機関が採用されたのはそれよりも遅かった。19世紀初頭において、海戦の主力は戦列艦とフリゲートであった。特にフリゲートは幅広い任務の実行力と快速力を併せ持ち、イギリス、フランス、オランダなど各国で建造されていたが、機操フリゲートの大々的な運用は遅れていた。その理由として、舷側の目立つ場所に大きく露出した脆弱な外輪は、敵の攻撃を少しでも受ければ容易に被害を受けて、艦の推進手段を失うと考えられたことや、当時の戦列艦を含めフリゲートの有力な攻撃手段であった艦舷に大砲の砲門を設ける余地が大きな外輪によって限られることを嫌ったことである。海戦においての2件の実例では片側の外輪を使えなくても速力を減じながら大河なく自力航行が可能であったが、機操フリゲートが普及するのは、蒸気機関そのものの性能向上や、スクリュープロペラの実用性が一般に認められてからとなった。しかし、アヘン戦争、それに続く、アロー戦争での白河疎行や、第三次ビルマ戦争では、河川や近海という条件に恵まれたため、蒸気船の優位が証明された。これにより、兵員輸送船、河川や小型砲艦の汽船化が主力艦に先立って普及した。スクリュープロペラの登場、編集初期の2枚バネプロペラ18世紀末頃から19世紀初めにかけて多数のスクリュープロペラが考案されたが実用には用いられなかった。イギリスのフランシス・ペティ・スミスが1836年5月31日にスクリュープロペラの特許を取り、フランシス・P・スミス号を作りにピッチの長いスクリュープロペラでの実験を始めた。偶然水中でプロペラが破損した後で船速が上がり、この後1ピッチのものに変更して 5.5 ノットまで速度を上げられた。出資者が得られたため、シッププロペラ社を設立して本格的なスクリュー船の建造を始めた。スミスはその後、ラトラー号のスクリュープロペラを設計する。同時期に、スウェーデン人、ジョン・エリクソンは、スミスの6週間後に特許を取り、翌1837年に、全長14メートルのフランシス・ B・オーグデン号を作って、ロンドンのテムズ川で100トンの石炭は式4隻を5ノットで引いてみせた。英海軍高官は、水面下で推進軸のための穴を嫌い、直進性が欠けているはず、風に対して不安定という評価によって軍艦 A は、不採用となった。翌年の1838年には36トンのロバート・カイ・ストックトン号を作ったが、イギリスでは進展が得られなかったため、1839年に搬送によって米国へ渡った。ストックトン号はプロペラを2つから1つに改造を受けた後、デラウェア側の引き船となった。エリクソン自身は、その後、米海軍の造船に協力した。その後、徐々にスクリュープロペラを備えた船が作られるが、まだ帆船が主体であり、蒸気船でも外車によって推進されるものが主体であった。1850年の船舶総トン数では帆船9に対して蒸気船1の比率であった。ラトラータやレクト、編集ナポレオンフランス機操戦列艦1845年3月、イギリス海軍はスクリュープロペラと外輪の性能比較を行うため、スクリュープロペラを備えた867トンのラトラー号と800トンの外輪蒸気軍艦アレクト号を風向きや搬送併用など条件を変えて競争させた。いずれもラトラーが勝ち、最後に綱引きを行わせた結果、ラトラーが 2.8 ノットでアレクトを曳航したことで、ラトラーのスクリュープロペラが有効であると結論付けられた。イギリス海軍では、1809年に建造された、搬送74門戦列艦、エイジャックス号が1846年に、スクリュー推進の機操戦列艦に改装された。初の機操90門戦列艦は、フランス海軍のナポレオン号が1850年に完成し、イギリス海軍でも1852年には、最初から機操91門戦列艦として建造された。アガメムノン号が就役した。イギリスとフランスでは、機操軍艦の広範な県間競争が始まる。両国が1853年のクリミア戦争に参戦する要因となったシノープ海戦、そして過去のアヘン戦争など、浅瀬で激しい抵抗に出くわした場合、機動力に富んだ喫水の浅い機操砲艦が有利であることは認識されていた。外輪蒸気船の終焉。編集19世紀の大半と20世紀の前半にミシシッピー川で行われた貿易は外輪式蒸気船によって行われた。現在も残っている船はわずかで、ほとんどの船は酷使によるボイラーの爆発か火災で消失している。1900年の船舶総トン数では帆船4に対して蒸気船6の比率であった。蒸気タービンの登場。編集水管式蒸気ボイラー1、煙時2、余熱部3、上下水タンク4、加熱水管19世紀末、チャールズ・アルジャーノン・パーソンズによって蒸気タービンが開発された。20世紀初頭まではレシプロ式の蒸気機関を搭載した大型船が建造されてきたが、第一次大戦後は次第にタービン式が主流となる。蒸気タービンはレシプロ式蒸気機関に比べ振動、騒音が少なくて熱効率が高いという特徴がある。レシプロ式では3段膨張式があったが、タービン式であれば蒸気の膨張を最大限に利用できるので優れている。各タービンでは逆回転はできないために、逆転用タービンを備えるか、可変ピッチスクリューによって逆進を行うことが多い。蒸気ボイラーは当初、キセル式が主流であったが、高圧化が進むにつれ水管式が主流になる。水管式は水垢の付着を防ぐために供給する清水の品質管理が求められる。タービンを回転させた蒸気は海水によって冷却された。腹水器によって再び液体に戻され蒸気ボイラーで循環使用される。またこの時期、燃料も石炭から重油へと移行していった。清では1757年から対外的な貿易の港として広州のみを開港していたが、アヘン戦争の結果、1842年の南京条約により、福州、アモイ、寧波、上海も開港することになった。これらの開港によって、それまで貿易に使用されていた木造帆船のジャンク船に代わって、中国とシャムとの貿易などに蒸気船が用いられることが多くなった。中国は蒸気船を用いた海運会社の育成を試みたが、当時の企業経営は非効率で、欧米の海運会社と競争することは難しかった。帆船は風の影響を受けやすく、航海の規則性で劣っており、アジア内部の物流でも欧米、特にイギリス船による物流が中心となった。黒船来航、編集佐助花詳細は、黒船来航を参照日本へもアヘン戦争などでの蒸気船の活躍の情報は、オランダ風説書や輸入書物によって少しずつ伝わっていた。1843年には、幕府がオランダ商館庁に、蒸気船の輸入や長崎での建造を紹介するなどしていた。実物の蒸気船が日本を訪れたのは1853年の黒船来航が初めてである。1853年7月8日、浦賀沖に現れた4隻のアメリカ海軍の軍艦は2隻の外輪蒸気フリゲート、サスケ花、ミシシッピが搬送スループのサラトがプリマスを曳航して、江戸湾内へ侵入してきた。来航した黒船のうち2隻が蒸気船であった。翌1854年、ペリー提督は再び3隻の外輪蒸気、フリゲート、ポーハタン、サスケ花、ミシシッピと搬送スループ、レキシントン、マセドニアン、バンダリア、サラトガ、サプライの5隻、外輪規模補給艦、サザンプトン、計9隻が浦賀沖に現れた。外国製蒸気船の配備。編集黒船来航で蒸気船の威力を目の当たりにした江戸幕府は大船建造の禁が解かれ蒸気船を含む西洋式艦船の整備が着手された。帆船は日本での製造もすぐに行われたが技術的により高度な蒸気船は外国製のものの導入が中心となった。日本人が最初に入手した蒸気船は1855年にオランダから寄贈された外輪式。コルベット、スンビンで、観光丸と改名された。スクリュー式蒸気船としては、同じく、オランダ製のコルベット、関林丸が最初である。以後、幕府海軍のほか、薩摩藩や佐賀藩、長州藩などの有藩をはじめとして続々と、蒸気船の取得を進めた。幕末に蒸気船を取得したのは、幕府のほか19藩で、総数は80隻以上に上った。その多くは、中古の商船で武装を施されて軍艦兼用として運用された。蒸気船の建造、編集日本で最初に建造された蒸気船は1855年に薩摩藩が竣工させた雲行丸である。それまでに昌平丸など西洋式帆船の建造を進めていた薩摩藩は黒船来航前の1851年から蒸気機関の製造も試みていた。オランダの書物を翻訳して参考とし、1855年7月に江戸藩邸において陸上での試運転に成功した。そして、同年8月に、薩摩から開港した、雲行丸への搭載を行い、日本初の蒸気船とした。同船は、全長54尺で、推進方式は、サイドレバー式の外輪船だった。同船は単なる実験船にとどまらず、連絡用などとして実用された。もっとも、書物のみを参考に製造されたため、設計出力よりも、かなり低い性能しか発揮できなかった。また、嘉永6年、佐賀藩の清廉法であった、田中久へ、中村木、佑、石黒幹二らによって、外国の文献を頼りに、蒸気機関車や蒸気船のひな型が製作された。このほか、宇和島藩でも、藩主、伊達宗成が村田蔵六に命じて、オランダの書物を翻訳させ、吉蔵という提灯屋の男を製造担当者として実験的な蒸気船を1855年に完成させている。実用的な国産蒸気船としては、佐賀藩が三重津海軍所で建造した凌風丸が最初と言われ、他幕府が建造した軍艦、千代田系がある。同じく幕府建造船として、戦闘丸という船もあるが、詳細は明らかでない。推進機関のディーゼル化や、ガスタービン化が進み、蒸気によって推進する船は比較的少数の限られた船種や艦種だけになっている。大型 LNG タイカー LNG タンカーの登場初期から輸送貨物である LNG が輸送中に蒸発した天然ガスを蒸気タービンエンジンの燃料とされてきたが、21世紀初頭、現在では LNG の価値が高まったために母具の再液化によって輸送液量を減らさず、他の大型貨物船と同様に A 重油や C 重油を使った低速回転2ストロークディーゼルエンジンを採用する船が多くなってきている。原子力空母、原子力潜水艦、砕氷船原子力空母では原子炉で作られた高熱で蒸気を発生させてタービンを回す。原子力発電に似た推進プラントは航続力を半永久的なまでに伸ばせるので、長距離を高速移動する軍艦には向く。特に空母ではカタパルトを動かす際に蒸気の残量を考慮せずに済む上、排煙や煙突による気流の乱れを考慮せずに済む電力に余裕があるので、機器や艦載機の更新に対応しやすい。重油を搭載せずに済むので、弾薬や航空機を搭載するスペースが広く確保できるなどのメリットがある。原子力潜水艦では酸素を必要としないので、さらに適する。ロシアの数隻の砕氷船は、軍艦と同様に原子力プラントを備える。保存船蒸気船、青い風号世界各地の保存団体や愛好家の間で現在でもレシプロ式の蒸気船が運航される。新たに建造される例もある。日本では2000年代初頭に、青森のみちのく北方漁船博物館で、みちのくロードアイランド号が運航された。2016年現在は、青い風号が、青函連絡船メモリアルシップ、八甲田丸などを運営する、特定非営利活動法人、青森港クラブによって運航されている。他に2000年代に愛好家によって、ピノッチオ号、秀光丸が建造された。アトラクションディズニーパークのアトラクションとして、パーク内で閉じた艦上の、アメリカ側を周遊する蒸気船マーク・トウェイン号が運航されている。ちなみに東京ディズニーランドで見られるものは日本製の蒸気船としては最も新しい蒸気船である。英語圏では船名の前にスティームシップまたはスクリュードリブンスティームシップの意味で艦船窃盗時 SS または SS をつける習慣がある。シリウスタービニアタイタニックありがとうございます。